渡してしまって渡そうとしたら、はい、あ、いやそれはこちらへみたいな感じで、あの相手に渡すって知らなかったです。知らなかったよ。あ、でもなんか1曲目で、はい、あの伊藤七段も、はい、あのそのままあの立ち会い人の佐藤先生に、あ、そうですか、それは渡されて、あ、それは人間らしくてほっとしますね。そこまで完璧じゃないですね。なるほど。いやでも私も前に聞いたんですが、はい、あのなんか対局者に相手にそのまま、はい、あの渡すっていうのは対局中にちょっとなんかあの渡す作業がちょっと嫌な方は、はい、あの立ち会い人を通して渡したっていう話を聞いたことあるんです。あ、それはよほど因縁と関係でしょうね。でも当時の棋士の方ね、そういう方いらっしゃいましたもんね。そうですね。それで聞いたのかな。今はそういうことさすがにないと。だからあの先日あの佐藤康光先生にお会いした時にその封じ手の話していたら、あのその後ですね、1局目の後伊藤七段にあの直接渡してっていう風に言ったっていう風に言ってました。そこで教育的指導が入って、はい、今日どうなるかちょっと見どころですね。間もなく封じ手の時間です。はい、ということで封じ手の時間になりましたけれども、はい、すぐには、まあ、すぐに封じなくてもいいんですよね。まあ、1,2 分置いてもいいだ、でも全然違和感ないですけど、まあこれ ね10分、あ、すぐでしたね、はい、まあまあ3分なら1手ですからね、ほぼ、はい、そうですね、これで用紙に受け取って赤ペンのあと糊ですね、糊です、糊ですね。でも今自分で話してびっくりしたんですけど、はい、私そうそう副立てしかやったことがないから、いざ自分の番になった時にわけがわからなくなったかなと思ったんですけど、生立ちもやってましたね。あ、生徒ち、あ、じゃあ受け取ってたっていう、そういう、あ、でも、はい、受け取る側にもなってたにもかかわらず、真っ白いね、あ、でもなんか真っ白っていうか全く作法が分からなくて、そもそもどこにサインも2箇所にするんですけど、あ、そうなんですね。サインというか、あ、そうですね、あの自分のサインを、はい、その封をした部分をもう1箇所、はい、上と下に2箇所書くんですけど、それも分からなくて、で対局相手の羽生さんからは、ここでお願いします。あ、対局相手の方に、あ、直接そのまま言われたんですか、対局直接ここに中に対局、封じ手の、あ、封じ手のその時間に、ここにサインしてくださいみたいな。あ、そうなんですか、はい、サインしてください、あ、羽生先生指導していただいて、対局者に、あ、そうでしたか、そうで、で慌ててこう、いや慌てて書いて、いや、そんなことが1局目であったもんだから、2局目以降1回も封じさせてくれなくて、あ、そうなんです、はい、結局封じ手の経験値が全く上がらないまま終わってしまったんですが、いやでも経験してみないとやっぱりあのそこまで気にして見てなくないですか。そうだったんだなと思って、全然そんな細かいところとか気にしなかった、そうですよね。あ、だから下からも封、あの封筒開けられちゃうかもしれないから、上と下にサインしなきゃいけないってことですよね、はいはい、封上で封してさらに、はい、まあ、その上にも下にも書くっていう、2箇所に書くっていう習わしですね。ここで藤井竜王は、まあ、記録用紙を手にして、まあ、流れを、はい、再点検したと。大体戻ってくるまで、まあ、その記入場所がどこにあるかで言うんですけど、これ多分あれですね、自分の控え室に帰って戻ってやってるんですよね、きっとね、だと割と近いだろうから、はい、まあ、5分もあれば戻ってくるんだろうなと、場所によって結構離れてる場所のところもあったみたいです。そうですよね、帰ってくるの結構ね遅い場合もありますもんね。それとかうっかりこう、あの部屋 あの鍵をロックしちゃって、ロック、あれ、なんかそれで出れなくなったとか、なんか人がいたって、あ、そうなんですか。
藤井大先生が言ってたようだ。あ、そうなんです。藤井、あの総となる藤井武史先生、武史先生の、まあ、どっちも竜王ですけどね、あ、ご自分での経験なんですか、なんかそんな、うん、そなんか、はい、閉じ込められちゃったみたいなそうなんですかまあまあ、まあやっぱり封じ手っていうのはなかなか味がありますよね、まあ、そうですね、まあ、でもなかなかね経験できないっていうところもまたね貴重ですよね。そうですね、封じ手、この2日制の封じ手だけはなかなかこれはあれですよね、商品化しづらいですよね。うん、本当です最後にね受け取るために、これ皆さんちゃんと谷川先生の作法を、はいはい、これから藤井あの立ち合いにやるかもしれない人とかダメだと先生見てた方がいいんじゃないですか。ちゃんと見てた方がいいですよね格調高い永久保存版ですね。そうですね、こ、まあ、本局で2回目ですか。あ、はい、そうですね、2回目の、私もあのトータルに2回しか封じしたことないんで、あ、そうなん、はい、早くも追いつかれました2曲目にして封じられてしまって、はい、そうか、じゃあこういう2日制に、はい、あの出ていても、はい、あの封じ手ができるあの時っていうのは限られてるってことなんですね。ひょっとしたらそうですよね、はい、出たけど、うん、4曲で終わったりとかして1曲もできなくて調べたらいるかもしれないですね、うん、本当ですよね。そうですね、まあそもそもそれです、うちの師匠の、まあ、はい、大山自己生命人の時代はじゃないですか、もう早上がりしてなんか5時ぐらいに折半して、まあ、これじゃやっちゃったらもう局面が激しくなっちゃうからみたいな5時ぐらいにそろそろ封じましょうみたいな、ね、あ、もう、若い、でお互いにその封じ手まで1時間を折半して、30分ずつ折半して、で風呂入って麻雀打つみたいななんか古き良き時代ですね、古き良き時代ですね、そうですね、それぜひね一回やってほしいんだけどこの二人この人二人麻雀でも麻雀とかでは打たないかもしれない、ね、絶対打たないでしょうね、打たないですよね、あ、じゃあ、ダメ方先生、はい、あの大山先生と麻雀とかも打ったりとか。私はやっぱりあのそうですね、師匠がやっぱり早く亡くなってしまったんで結局打つ機会がないまま、そうなんですね、未だにうちの兄弟子の中田勲八段は、相当卓を囲ん、実際あの目の当たりにしたことがありますけど、はい、相当師匠とも打ったと思うんですけど、私は結局その機会がないまま、うん、結局いまだに麻雀ルール知らないまま、はい、生きてきてしまったというところで、はい、戻ってきましたね、はい、やっぱり5分くらいで戻ってきましたね、はい、今度は、あ、今度はしっかりと、はい、対局相手に渡し、すでに自分はもう金融済みってことですよね、自分サインはね。でこれですね、上と下にもサインをする、はい、そうですね、私なのでいきなり立ち合いに渡したようにサインも一切してなかったという、あ、そうなんですか、はい、あ、そのまま、はい、二重にすごいことになった、すごい、すごい勇気ある、はい、あの封じ手ですね。立ち合いが石田先生だったことは覚えてるんですけど、ね、そうなんですか、羽生さんから直接言われました、あ、指導され、はい、そうですね、下にサインしてますね。はい、2通ありますね、なんと。そして再度、はい、伊藤七段に手を渡して、渡して、はい、はい、はい、伊藤七段が60手目を封じ第2局1日目が終了いたしました。
聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤ゆめです。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。